こんにちは。どうだこれは。こんにちは。こんにちは。聞こえてますかねよいしょ。 こんにちは。あ,あこんにちは。なんか久々だから緊張してます。こんにちは。すいません。なんか大晦日にすいません。どうも。こんにちは。聞こえますか。よかった。よいしょ。こんにちは。 こんにちは、どうも。香水ライブやります。あ。ミフィ、そう、これミフィです。これあの、後で言おうと思ったんですけど、ジャスデビの,あのクリスマと誕生日プレゼントに送ってきてくださったもので、今日香水ライブするんで、ちょっといてもらおうかなと思って。こんにちは。もういいかな、じゃあ。 こんにちは千年校のゆぐるりもね、これねあの、作っていただいたものなんですよ、作ってあの読者の方が送ってくださったものなんですけど、ジャスデビだけだと不安なんで、千年校にも保護者としていてもらおうかなと思って、どうも、そうですね、これがデロちゃんで、これがデビって感じがしますよね。結構ななんんかか見,見た瞬間あなんかすごく2人っっぽいと思って 気に入ってますこんにちはどうもーああじゃいいいかなすいませんえっ、ー、と大晦日にライブして申し訳ないです昨日までちょっとやることが結構あってえっ、ー、と時間が今日ぐらいにしか作れなかったので多分今おせち作られてる方とか、えー 大掃,掃除はもう終わってるかなとか、年賀状必死で書いてる方とかいらっしゃると思うんですけど、あとあれか、今、あの孤独のグルメ、一挙放送やってますよね。すいません、そんな時に。あやべえ、孤独のグルメの一挙放送やってると思って。なんか、すいません、そんな時にライブをしてしまいまして。どうもどうも。はい。 でまず、えー、とあ元旦だと見れなかったあ本当ですかあ元旦はさすがにみんな初詣とか行ってるしああ孤独のグルメ見てる方もいるしお掃除終わった方もいらっしゃるんですねアーカイブねそうなんですよアーカイブ頑張ろうと思ってるんですけどなぜかうちの w i f i 回線がちょっと今不安定で頑張ります、はい。今なんかちょっと 黙ったりとかしてないといいとんですけどどはいあどうも海外の方もどうもあなんかこれこれなんかラビーっておっしゃってる方がいらっしゃるこれはですね、えー、と香水を作ってくださってるところと同じ会社さんで今あのディーグレイの紅茶も作ってくださっててでその一応ティー「T」って書いてあるんで。 ここにねあ,あの紅茶のなんかあのポストカードなのかななんかこの間届いたんですよ。ここに「ノット・フォア・セール」って書いてあるからなんかもしかしたらなんかお店このなんかお店に銀座の銀色猫ティーサロンっていうところに行かれたらもしかしたらキャラクターの。 ドリンクを飲んだら頂けるものなのかと思ったんですけどこれについて私何も聞いてないんでただサンプルが届いたんでちょっと置いてみましたこう香水とね同じカットが使われてるんではいポストカードですねはいたなんか多分 多分そのお店に行ったらもらえるやつじゃないのかと思うんですけどなんか何の説明もなく送られてきたのでちょっと分からんなと思ってるんですけどはいこのね銀色猫ティーサロンっていう銀座にあるところなんですけど確か銀座だったと思うんですけどあのめっちゃ行きたいんですけどねちょっとコロナのこともあってなかなか行けなくてここで私も自分のディグレの子供たちの。 紅茶が飲みたいんですけど、うんなかなか行けなかった、今年行きたいなと思ってたんですけどね。うん、あなんかラビを上にしてるのはたまたまだったんですけど、今回のね、あの、クローリーとかミランダとかコムイとかジャスデビとかね、いればよかったんですけど、それはね、まだ、 いや、まだこう紅茶にならないとダメでも紅茶になるかもまだ分からんしなっていう。うん、行きたいですね。私も行きたいです。はい、どうも。はい。そんなわけで、よいしょ。あ、ティムキャンピー。ここのね、ネンドロイド買われた方いますここのね、ティムキャンピーがね、結構プルプルしとるんですよね。私、あの、 送られてきてすぐ組み立ててティム・キャンピーの羽を折るっていうなんともなんかすげえかわいそうなことしちゃったんですけど「ああラブタはいなんかインスタで「ティーム・キャンピーの羽が」あーっていうのを送なんか投稿したらなんかあの商品企画の人がなんか同情してくれたのかティーム・キャンピーだけ。 あのついでにくれました <laughs> なんでこれはあの翼のもげてないティムなんですけどこれちょっとね外れやすいんで結構プルプルしとるんですけどこんなはいこんな感じですなんで翼のもげてないティムとアレンとジャスデビの縫いぐるみと洗年コートでお送りしたいと思います じゃあ、あ、そうだ、その前に、あの、すいません、えっ、ー、と、先にお伝えだけしておきたいんですけど、えっ、ー、と、アシスタントを募集させていただいてるんですね、今ね。はい。で、アシスタント募集してさせていただいて、インスタでちょっとやるっていうのは、実験的なところもあったんで、どうなるかなと思ったんですけど、たくさん、あの、ご応募をいただいて、 本当にありがとうございます。えっ、ー、と今現在もあの応募してくださってる方もいらっしゃってで。まあ、一応徐々に選考は進めてるんですね。あの、先行を進めててえっ、ー、と決まりそうな方も実際いらっしゃったりもするんですね。でまあ、決まりそうだったけど、ちょっとすいません。やっぱり辞退します。っていうあの辞退をされた方もいらっしゃったりして、今結構こう。 まだざわざわわしてる感じです、はい、なので応募してくださった方はお待たせしてて本当申し訳ないんですけどあの本当にもう完全に決まった時には必ずインスタでご報告させていただきますのですいませんちょっと時間がかかっておりまして結構あの結構大変だったはいであのありがたかったのがもう本当にあの情熱的な方もたくさん応募してくださっててあの 海外の方もとても多かったですしちょっとねあの日本の銀行の口座がないと難しいっていうのがあったのでちょっとあの海外の方はあの日本の口座がないとちょっと難しいですみたいなお話はさせていただいたりしてたんですけどあのこう実力が足らないと思うんですけどこうやりたいですっていう情熱的なあの応募も結構いただいていてそうですね あの全部ほとほんと本当にこうありがとうっていう気持ちでまあ担当はあの石田がやってるので私はあの一歩そこには関わらないようにちょっとあの石田が担当してることだからあんまりこう自分から発信とかありがとうございますとか言いたいけど言えないみたいなねだから今日ここでえっ、ー、とお礼は言えたらなと思ってました。 はい、本当にありがとうございますなかなかね、えー、と難しかったりもしますし、えー、とこちらとしてもあのこういい方をあのご縁のある方をあの巡り合えるようにと思って慎重に審査させていただいているのでもうしばらくお時間をくださいすいませんはいあ中にはあのもうアシスタントじゃなくあの 違う、あの、もう本当、なんか何でも雑報をやりますって方もいらっしゃって、本当にありがたい限りです。はい。もう、そのお言葉とかお気持ちは本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい。そんなわけで、すいません。長々と10分ぐらい経っちゃいましたね。えー、香水のお話を始めようかなと思います。今日はね、あの、この間の、香水ライブ、ちょっと前にやったにもに、鼻がいかれて、 やべえってなったんで今日はあのコーヒーをちょっと冷め冷めたコーヒーを用意して鼻のリセットというかっていうのができるようにしましたはいそんなわけで始めたいと思いますああどんどんパフパフーあっも、ま、ボスすいませんボスライブしてんじゃないんですか <laughs> あれさっきライブしてましたよねあれいいのかあれマロ,マロタンさんがやってんのかなうん ありがとうございます。では、そんなわけで、えー、香水のライブをしたいと思います。今回はですね、メンバーがですね、クローリー、えー、ミランダ、コムイ、よいしょ、ジャスデロちゃん、デビット、この5名となりました。えーと、最初にお話をね、伺った時に、あのー、ジャスデロとデビットを、あの、 別々で出すすっってていうのが私すごくびっくびりしてなんかあのまあなんとなく私の勝手な想像だったんですけどまあこの2人の香水が出たらジャスデビとして2人1つの色で出されるかなと思ってたんですね。なんであのあわ分けるんですかみたいなことをあのちょっとこう担当者の方にちょっとびっくりしてなんか聞き返すみたいな。したらなんかあの こう一人一人で作る作っていただけるということだったのであこれは何かなんていうか面白い解釈というか私自身もこうデビットとジャズ・ゼロっていうのは2人ニコイチで書いてたのでこれをこう個々で香りを作られるっていうのはどんなあのを作ってくださるのかなっていうのがすごく、えー、楽しみな感じでした。はい そうなんですねジャスデビューで、まあこ、次はクローリくんだろうなと思ってて、でまあ、今回、なんか目新しい人だとなるとコムイですね、この兄さんが。はい、兄さんが来ましたよ、科学班が来たということは、リーバー班長の可能性だって、これからはあるんじゃねえのかっていうね、リーバー班長の香水が私的にはすごく欲しい。 欲しいなみたいな、な,なんでなんでかな、なんだろう、なんか絶対いい匂いしてそうな気がするっていうか、リーバーの匂いってなんかちょっとドキドキしますよね。何を言ってるんだ。はい。で、えー、まずはエクソシスタの2人組、えー、ミランダとクローリー。この2人の香りから行こうと思うんですけど、今回ですね、あのまあちょっとジャスデビトで、あのデロちゃんあのジャスデロとあのデビットがいたりするんで、こうまあ。 パッションな感じの,、ね、あのレビューも出てくるとは思うんですけど第2弾の、まあ、クロスだったり千年紅だったり敵だったりあのあ前回本当すいませんでしたあの夜だったから良かったようなものをね私何回抱かれるって言ったのみたいなもうなんかあの後あと聞いてくださってたあのちょっとこう関係者の方になんかもう抱かれるの連呼が面白かったって言われたんですけどそんなに。 抱かかれるを連呼してたんかいと思って、えー、大変大変申し訳なかったなとお子様が聞いていたらどうしようとすごく思ったんですけどあの抱かれるって言ったのは私じゃなく企画の高野さんなんですけどねそれを私はただ代弁しただけなんですけどで前回はあのクロスとか、まあ、そういうちょっとねこうなんて言うんですかお、だくだく抱、ま、<laughs> だくだけ抱いてまた言ってる抱くだけ抱いて朝には去る男と。 あの抱いて殺される男とみたいな、なんかそういう、なんかあの、すごいなんか、大人な感じのね、なんかあの、レビューになったんですけど、あの今回はですね、えっ、ー、と、まあ、そんなね、そんな人はいないというか、あのまあ、純粋にあのファンキーな子はいますけど、まあ、基本、このね、コムイとミランダと、クロちゃんで、そんなね、そんな、あんな風にはならないだろうと思っております。本、は、当、い、すいいませんでしたはい そんなわけで、えーえーと、ちょっとやっていこうかな。えっ、ー、とですね、これ、私のところに届くのは、こういう香りのサンプルと、あと、えー、とこういうです、ね、香水の色サンプルっていうのが届きます。これには香りはなくて、こういう色の香水ですっていうサンプルが来るんですね。 こんなちょっとうっすら色ついてるの分かりますかねで、あ、こういう感じの色なんだと思ってて、で、ミランダがですね、ちょっとグリーンがかってて、クローリーが結構無色透明って感じでした。はい。で、デロが黄色で、で、デビットがちょっと薄い紫、紫かなピンクっていうよりは紫なのかなっていう。で、コムイが薄いブルー。なんかこんな感じの。 ちょっと開けてみますが、あっせい。出し方が、出し方が雑。えっ、ー、と、デビット、ゼロ、ね、こんな感じで。で、クローリーがもうほとんど真っ白。なんかてっきりな赤とかになるかなと思ってたんですよ。まあ、エリアで、エリアでネタでね。まあ、別にいいんですけど。 で小麦が青でミランダが優しい感じの緑っていう感じでございますはいで、このカラーサンプルと今回描がせていただくのがよいしょあ相変わらず出し方がああはいえー、ターン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  えー、ちょっと順番並べようかなクローリー、えー、ミランダコムイデロデビットはい、はい、で香水はもう皆さんえっ、ー、と以前もライブしたのでもうあの分かってくださってると思うんですけど香水にはあのトップとミドルとラスラストかなラスト とのあの3 3段階で香りりが変わりますなので、えー、1個1個ちょっと3段階の香りが出るまでに時間がかかるのでえっ、ー、とーまあだからって次のやつ1個嗅いだ後ちょっとじゃあその間に次とかいってきないんで1個1個ちょっと3段階嗅いでそれで、えー、順番にやっていこうと思いますじゃあ、えー、まずこれが黒ちゃんね でこれがちょっとパソ iPad の上で書くと書きずれなえー、ミランダーこうやって書いとかないとね後でまた買う時にわけわかんなくなるんですよコムイゼ、えー、ロ デビーはいこんな感じでいきたいと思いますではではまずはよいしょクロちゃんですあ日の光がだいぶ照っているクロちゃんえー、もうお気づきだと思うんですけどクローリーの誕生日の日にあのー、ポストしたイラストはまああの 別にこのために書き下ろしたんじゃなく普通にあの今後クローリーのグッズを作ったりとかしやすいようにクローリーの絵を描いてたものなんですけどこれを使っていただきました、えー、でクローリーの箱のデザインは上にこう牙とかね相変わらずこうこの箱のデザインが秀逸で素晴らしいなと思いますでちゃんとねここにあのバラがあるんですよちょっと見づらいと思うんですけどバラがね クローリーといえばバラ。はい、そんなわけで、えー、クローリー,、えー、震えるその手に願いを込めて、揺らめき漂うクラシカルシプレーノート。はいえー、繊細なシトラス・ハーバルのトップノートから、サンダルウッドが深みをもたらすミドルノートを経て、暖かなベン,ゾインベンゾインのラストノートへ。これ、あのミドル、ラスト、トップっていうのはさっき言った 1>, 1段階2段階3段階の名前ですトップミドルラストですで月の光に照らされた古城で誇りをかぶっていた思いはいつしか柔らかな気配へと変わり優しくも力強く広がっていくうーん、この誇りをかぶっていた思いっていうところがなかなか素晴らしいキャッチコピーだなと思いますはいで涙を越えて運命に立ち向かい前へと歩み続けるためのフレグランスそうなんですよねそう クローリーもね、あのー、その、歩き続けるっていうことで、クロ、あのエリアーデを壊した自分をね、あのー、肯定しているところもありつつ、だけど、まあ、アグマとエクソシストっていうことが分かったからこそ、お互いの正体が分かったからこそ、あの時、お互い愛を、やっと、こう、叫び合えたんじゃないかなとか、そんなことを思いつつ、では、行こうかなと思います。はい。 今日は、ね、あの私はもう前回のあの本当お下品な,なんかあの第2弾の,あの香水ライブで大,大変反省してるのでお上品にいき,いきます。はいじゃあクローリーいきます。クローリーあの香水はねここちょっと折るんですよ。折っていきます。あれあれおいおいクロちゃん。おい,おい,おい,おいはいいきます。クローリー賛成 でしょ。もうすでにすごい変わってくる。うーん。いや、あちょっとそうこからあのふんふん言います。鼻息でね。すみません。はい。うん。あのね、なんていうかな。私はクローリーの香りすごく好きなんですけど、まずねこのトップで変わってくるのはあのまだあの古城でね。 閉じこもって、あの、誰ともエリアでとしか接してない、あの、あの孤独だったクローリーのすごくイメージが伝わる感じです。なんていうか、冷たく暗い夜の気配っていうのが。で、いい香りなんだけど、肌の香りとかもね、してるんですよ。多分この花の香りは、あの、クローリーが育てていたお花たちの香りだと思うんですけど、そこになんていうか、静けさとか、孤独感っていうものを、 ちょっと感じるだけどとってもねやっぱしゃあの断尺なんであのすごく上品な香りがします。うんうん。これねでも香ってるとね本当になんか冷たいあの石のお城のイメージが浮かぶんですよ。あのクローリーがいたクローリー城のね。冷なんかこう冷たい壁のなんかこう。 感触とかなんかそんなのがなんとなく脳裏に浮かぶクロリーの孤独感っていうのがこうすごく私的にはこれを変えた時まず最初には感じましたねうんでもねとってもいい香りですあの尖っ,尖ってるとってるとか冷たくて暗い夜の気配なんですけどやっぱねちょっとこう柔らかさはありますあのツンツン尖ってるとかそういう感じではないです まあ相変わらずすみません、語彙力が、そんなにないので。はい、で、そうですね、ここで、えーとまあ、震えるその手に願いを込めてっていう、このね、この、ここのキャッチコピーが、だいぶ秀逸なキャッチコピーだなと思ってるんですけれども、このね、クローリーのね、この、臆病なところというか、こう優しさゆえに、 臆病にななっっっっちちゃった部分てていうのがちょとと出てるかなとあとはもうやっぱりエリアーデに対する愛っていうものをまあ当時はねもうエリアーデと暮らしてる時はもうブルブル震えてましたからね <laughs> いや笑っちゃいけないんだけど <laughs> はいうんいい香りそろそろミドルの方にいくかなうんなんかね本当最初のトップは月の光っていう感じはすごくします月の 本当に柔らかい光で孤独な冷たいお城にいるクローリーって感じですね。とにかくですね、あの、なんていうかな、クロスとかティッキーとかとは違う、とにかく上品な色気を感じる香りです。あの、あの二人もだいぶ色気のある香りだったんですけど、あの、 まあちょっと色気ありすぎたよねっていう感じもあるんですけどね。今、クローリーを嗅ぐと、あいつらめっちゃ色気あったな、あの、あの、クローストクティキとか思うんですけど、あの、だけどやっぱり、クロちゃんもね、あの、立派な男の子なので、とってもあの、しかも大人の男の子なのでね、あの、香りが、こう、上品な色気を香ってるんですけど、さあ、ここから、そろそろ、ミドル、 紳士感強いそうクローリアは、ね、紳士感強いからね優しい香りがとてもまとってますねやっぱり、うん、でここからミドルに行くんですけどミドルに行くとねあのー、柔らかい気配にこう,こうここですねいつしか柔らかな気配へと変わりって書いてあるんですけども確かに温かみを感じる、あのー、香りに変わってます多分こののありで、あのー アレンとかラビットの出会いがあって仲間だよって言ってくれて嬉しかった思いとあのエリアーデとのねあの悲しい別れっていう部分であの切なそうにねこう切なそうにお城を旅立とうとしてるクローリーのこの気持ちっていうのがちょっと出てるかなと。やっぱりあの そうですね。このミドルからクローリーがすごく切なそうに優しく微笑む姿が想像できる感じで仲間が、ね、できた喜びとあの最愛の人を失った悲しみでそれらべてをひっくるめてエクソシストになったこう切ない決意っていうのがこの香水にはこう込められてるんじゃないかなと私は作ってませんがそう推察してます。はい。 っってていいいうぐらいとっても切ななんですよなんかクローリーがねやっぱりあの悲しみを背負ってはいるっていうのはまああるんですけどだけどあのもちろん悲しみだけじゃなくてこう自分のなんか仲間と呼べる人ができた喜びっていうところをよあのもうちゃんと表現してくださっててあなんかちゃんとアレンたちと出会えてよかったのねっていう。 ふううに思えるというかやっぱ嬉しかったんだなアレンたちと出会えたことは本当にっていうでまあそこによってエリアデとの別れが来たわけなんですけどね切切ななないいでもね花の香りが最初したのもあるんですけどこの香りクローリーの香りって何か私どこかずっとエリアデの存在感じるんですよ。 あのすごく主張してバラの香りがしてくるとかそういうことは全然ないんですそういうことじゃなくこの香りを嗅いでてクローリーのこの香りの背景にはもう常にエリアデがトップからミドルからラストまでずっとクローリーのこの人生の裏側にエリアデの存在がいるのをちゃんとこう感じるかなと思っておりますはい うん、今もう、もうすぐラストに行くかなって感じなんですけど、もうね、あの最初のね、冷たく暗い夜の気配っていうのはもうなくなってます。ここからは、本当に、すごく、なんていうの、切なくてもいい男の香りっていうの、えー、ほっとけない香りっていうんですかあ、なんかこの人めっちゃ、めっちゃなんか、ほっとけない。 なんかすごく一人でなんかこうもうも見た感じこう背中の広いもう強い男ではあるんですけどクロちゃんはなんですけどこの香り嗅いでるとなんかクローリーってやっぱりほっとけないなって思っちゃうな女の目線から言うとみたいな <laughs> またなんかいけない方向に。<laughs> あのはい、でななんていうのかな例えるとなんんていうんですか、まあ、私がとある。 教団のナースとか教団員の女性目線でクローリーを見てたとしてこの香りをねこうクローリーと接した時に嗅いでああなんかとってもこの方素敵な方ねと思うんですけどだけどなんて言うんですかああこの人でももうなんかひ一人でなんかこう大切な思いを抱えて生きるって決めてる人だから私が入る余地はなさそうみたいな。 でもほっとけないみたいな、そんな感じ。わかるわかるかなわ <laughs> かんないかなはい。なんていうか、ただ見つめるしかできない男の香りっていうんですか、あのーな、なんていうの、クロ,クロースとかね、敵 <laughs> とかみたいに、あのーもうバ、バンバンじゃないですけど、バンバン触れ合うとかじゃなく、あのー、もうクローリーの目にはね、う優しいんですよ、クローリーの瞳って。だけど、もうなんか、たった一人の、 かの女性しかし映ててなないんだなってちょっとこうこの香りを変えた人も同時に切なくなるというかそんな感じの切なく色気のある香りうんエリアーデバリアあエリアーデバリア <laughs> エリアーデバリアって面白いなうん。 でもね、ドドキドキはすすするんででよすごくでもねこの人は見つめるだけだなみたいな、もう私はただ彼の幸せをただ見,見届けるというか、見守るだけでいいわみたいに思っちゃう。でもクロちゃんはね、誰とも多分そうとかしないでもうエクソシストっていう道を一生懸命生きるんじゃないかなと。 今のところは思ってます。えー、それがね、エリアーデを愛し続けていく唯一の方法なのかもしれない、彼にとっては。あの、矛盾してると思うんですけど、今となってはエリアーデとの絆っていうのは自分がエクソシストであったということだけなので、ね、まあ、あの、箱舟編でエリアーデがちょっとクローリーの背中を押して出てきてくれたときに、 あのよねあのよかったねって思う気持ちと本当にこれがエリアーデとの最後のお別れなのかもしれないなと思ってその時にあのクローリーはこう悲しんで泣き叫んで死ぬとかなるんじゃなくあのアレンたちを助けるんだみたいな方に行った時にねあの時に間違いなくエリアーデとで 自分の関係性っていうのはこのエクソシストであることだけしかもうクローリーにはなくなったんじゃないかなと思ったりしたわけですはいそんな感じかなでもうラス,ラストのノートになってラストの香りになってますねうんやっぱうん最後は強い決意っていうのを感じるとってもあの前向きな香りになりましたはい 切ないけど、前向きそう。うん、頑張れ。クローリーうん。そんな感じでクロちゃんでございました。はい。ちょっとコーヒーで香りのリ,リセットをしますね。 香りがね、わーって充満しないように30分ぐらい前から入れてたんで、めっちゃぬるいんですけど、まあ、おかげでちょっと香りがリセットできました。はい、以上がクローリーでございました。震えるその手に願いを込めて、揺らめき漂うクラシカルシプレーノート、すいません、スルッと言わなくて、クラシカルシプレーノート、はい、とってもいい香り。男性陣でもしかしたら、そうだな、落ち着いた なんかあの意味でねあのまあうん私的には伯爵の香りが好きではあるんですけどクローリーの香りっていうのはとても好感が持てるというかもうあのクロスとか敵とかみたいにざわざわしないで神田みたいなあのイケメンの香りがしてドキドキするとかそんなんじゃないもうしっとりしっとりですはいではいきましょう ミランダロッドさんはいミランダさんこれもね今回あのミランダのあのイラストは書き下ろしとなっておりますはいね綺麗になったよねうん結構ねあのクマをねつけ,つけて塗ろうと思って目の下とかねちょっとこうすす黒くはしてるんですけどでもまあ今あのジェリーさんがいるからまあなんか栄養とか結構栄養面で、まあ、ミランダは 結構満ち足りてるんじゃないかと思うとあんまり熊をねガンガン足すっていうのもちょっとねって思ってはい、えー、時計ですね「ミランダ」のタイムレコードのイラストがかっこよくある箱ですはいえー「眠れぬ夜の果てにたどり着く場所明日をつかむテンダーフローラルノート」でございますはいうん 相変わららキ,キャッチコピーが素晴らしいですね眠れぬ夜の果てにたどり着く場所っていうのはすごくミランダにぴったりなキャッチコピーだと思いますで明日をつかむっていうねこの強い言葉だと思うんですけどそのミランダがねこうガッと足を明日をゴラーッてつかむとかそんなんじゃないんですけどこう手を伸ばしてる彼女の姿っていうのは私は常に想像しているのでとってもなんかイメージがしやすかったですでしっとり広がる「オゾン」のトップノートから「 ホワイトフローラルがほころぶミドルノートを経てソフトな甘さを持つムスクのラストノートへ薄明かりに照らされて静かに花開くシクラメンとカメリアそっと流れ出すその透明感は深い闇の中で確かな希望をもたらす純粋な心に彩られた柔らかな微笑みに満たされるフレグランスうんあちょっと待ってくださいねすいませんカンペカンペがまだクローリーのままだった。 はい、このねあのはこのねミランダさんはね女性陣の中では私多分一番好きなな香りかもしれない,、うん、いやロードもねリナリーもめっちゃいい香りなんですけどあの個人的にはあのミランダの香りっていうのは多分私は一番落ち着くのかななんかねすごくスッと入ってきたんですよね。 でこのねミランダの「たどり着く眠れぬ夜の果てにたどり着く場所」っていうキャッチコピーが本当に好きで彼女がたどり着く先が一体どういうものなのかっていうのが、まあ、うっすらもう自分の中ではあの決まってるんですけどでもそれがねあのミランダにとってあのどういうどういうたどり着く場所となるかっていうのがいいとは限らないと思うんですけど。ミランダにとってはねあの 一生懸命生きる彼女っていうのをかけたらなと思っております。はい。というわけで、ミラちゃん行きましょう。えっとですね、トップにね、ベルガモットとカルダモンとオゾンノートっていうのが入ってるらしいんです。香水詳しい方はこれ聞いただけで結構想像できちゃうのかなよいしょ。ミランダロットさん。せい。 いきます。ああいい香りもうすでにいい香りこんな日に限ってちょっと鼻がグズグズしてるんですけどああ深呼吸したくなるわあああのねほんとにつ全く強くないんですロードは強い香りだった甘くてで強い香りであのー、なんていうかなリナリーは華やかな香りだったんですけどミランダはね 柔ら,かいこう柔らかさっていうのをすごく感じるただ、あのー、最初のトッ,プトップの香りっていうのはやっぱりこうちょっとこう薄暗いなんかあの部屋の中でなんか静かにあの佇むあのミランダっていうのが想像されるというかクローリーほどこう冷たくて孤独な印象っていうのはないんですけどとってもこう静けさっていうものを感じます。 ミランダが、ね、こう静かなこの部屋の中で、まあ、の泣きながらあの、まあ、過ごしてたんじゃないのかなみたいなそんな夜もあったんじゃないのかなとか感じる香りただあのそれでも果てしなく優しいんで彼女の心の奥底のやっぱり強さというものは全然消えてない失敗ばっかりこうして、まあ、いっぱいいっぱい泣いてるんですけど。 こういずに、ね、やり遂げようとするそのミランダの魅力っていうのがとってもこうトップからすすでに出ていいいるんんじゃなななのかかと思います、うん、なんかねこういやくじけるしもうやってらんないわみたいな,なんかもう「私なんかダメよとか言ってるんだけどミランダはね口,はそう口ではそう言うんですけど気持ちは全然諦めてない人だと思ってるので。 その彼女のねこう心の奥の,その強さっていうものを真の強さみたいなものがあるんじゃないのかなその一途さっていうものはとっても香りますでこっからちょっとミドルに行くまでに時間がかかるんですけどさここからねちょっと静かなミランダのまだアレンたちと出会ってない香りみたいなここからどう変化するのかなみたいな感じなんですけど。 うんうん、ちょっとコメントでも読もうかなそうですね「ミランダの芯の強さ」っていうのはあのこの香水からはとても出てると思いますどっちかっていうとあのなんて言うんだろうもっとねあの弱い感じの香りになるかなと思ってたんですよあのでもさすがですねもうこの本当に香水をこの作ってくださってるあの方々 あのもうアレ,ンのアレンたち第1弾から第2弾からあのもう作ってくださってる皆さんのこの何て言うんですかコミックスをもうとことん読んでくださってキャラクターをとことん掘り下げてくださってるのが本当に分かるというかあの弱い面をだ出るコースになるかなと思ってたら全然そんなことがなかったのでああよかったと思って。私的にはあのやっぱり あのミランダは弱くないと思って書いてるのでそうですねはいいや本当解釈がねいつもすごいですよねそうこの香りはねあの本当にあのなんて言うんだろうリナディの香りもいいしロードはちょっとねあの ポッ,ポップな香りとダークな香りが結構こう特徴的に強めで出てるんであれなんですけど大人の女性の方は本当にこの香りつけてて全然問題ないんじゃないかなと思ったりしますねうんそうなんですよ作品愛がすごいんですよ本当ねこんなに作品愛すごいのを作ってくださるのってなかなかないので こう監修しししててても楽しくてしょうがないんですけどただねコロナでねなんかあのこう前はねあの作ってくださってた調講師さんとかあのそのスタッフの方々と一緒のなんか会議室とかで一緒に会で解釈とかを聞いて「わ」とか言ってみんなでこうサンプルのチェックとかしてたんですけど今はねやっぱちょっとコロナとかもあったり。 そんなのも,あったりしてもうなんかなかなかそういうこともできなくなっちゃって家で一人で嗅いで「おお」とか言ってなんかね一人でブツブツ言ってコロが隣でニャーニャー鳴くみたいなそうそうそうぬいぐるみを何度も何度も直してねそうそうなんですよだからミランダってのは結構私の憧れではあるんですよねリリナリーとか までは、の、望めないというか <laughs>。あの。リナリーみたいな可憐な女の子にもな、なってみたいし、強くて綺麗な女の子にも憧れるんですけど。どっちかっていうと、私はあの、ミランダの人生というか、生き方に憧れるというか。なんか。そういう感じですね。はい。そろそろミドルの。 香りに移っていったんですけどうんやっぱりうんだんだんねあのー、透明感透明感っていうのかこれなんていうんだろうなんすごい強い光とかじゃないんですけどなんかねミランダの人生に一筋の光が射したようなちょっと明るい印象を受ける香りに変わってます多分あの多分アレンたちと出会って あのリナリーとかと出会って自分があの彼らのために役に立てたっていう喜びで自分にはこ,この道が開かれたの,のかしらみたいなあのでなこの道が,をがあるから頑張ろうというかなんかミランダって、まあ、別に何でもいいわけじゃないとは思うんですけど本当にあの誰かのために尽くすことを。 が彼女にとっては本当に幸せを感じることだとだ思うんですねそれはもちろんどんな人もみんな他人が喜んでくれることが自分の喜びとする方はたくさんいると思うんですけどミランダはやっぱり自分が何かできたことによって誰かが微笑んでくれる喜んでくれる誰かを助けられるっていうことがもう本当に彼女自身とてもピュアで純粋な方なので。 そう取り柄がないだけにあの本当にそ,そこへのなんか思いというものがとても強いんではないかなと思っておりますうん。でどんな仕事でもひたすら頑張れる人っていうのは素晴らしいなと私自身は思っていてミランダが選んだこの「エクソシスト」っていうこの仕事。 最終職先というかは正直言ってシビアだし自分死ぬかもしんないしみたいななのに彼女があのすごくこう朗らかに教団に入っていって何の何かあの泣き言も言わずに真摯に自分の役目を全うとしている姿っていうのはやっぱりあの純粋さっていうものがとってもあの強い方というか。 ななななんんんていうのかななんか切なさもあるんですよそこにはね多分ミランダにとってはそれだけしかないっていうところもあると思うんですだけどなんかそこまで自分が誰かの役に立つことっていうのを絶望してるミランダっていうのがなんか私はとても好きでそういう生き方っていうのが多分憧れなのかななんか誰かを。 に認めてもらうというよりは誰かの助けになれたってだけで彼女はもう本当に嬉しいんだと思うんでなんかそういう、ね「何言ってるんだ」ちょっとちょっと語りすぎたな「ミランダ」に対する思いが強いせいでちょっとなんか取り留めのない話になってしまったんですけどそんな感じで、えー、ミドルから、えー、ちょっとこう夜から朝日がさすというかまあこう。 次の日の日もうなずっと巻き戻しの街でね朝が来ては同じ日の繰り返しだった彼女の中で本当の新しい朝が訪れたような感じの香りがします。でそこからラストの香りに行くんですけどもうね終始柔らかいんですよ。トップミドルラストでずっと柔らかいんですけどその柔らかさをあのそのまま残してあのなんでどこまでもこう。 純粋に自分のできることに向かって手を伸ばそうとするミランダっていうものをとっても表現してくださってるのではないのかしらと思う感じの香りにラストもなってます。なんでで本当最終職先ですって言ってて言 あの光の中に入っていくミランダっていう、まあそこはあの印象的なシーンだなと私も思っててきっと長講師さんの方もそこをとってもイメージしてくださってたのかなと思うんですけどここからあのミランダはトップの最初の優しくて柔らかくてちょっと孤独だった感じのところからちょっと一つ強くなったような香りがしますね。誰かののためにに尽くせるっってていうことが彼女にとっての 力になななることとんだろうなとでその場を与えてもらえたことに本当に心から喜んでるっていうそういう純粋な,なんかミランダの気持ちが最後まで出てるというかねこの香りは本当けなげですねなんっていうかだからねミランダがねこの後どんなふうに。 このエクソシストのなんか戦いの中でどうなっていくんだろうっていうのは本当に自分の中でもかん考えていることではあるんですけど切なさっていうこのあと彼女はその純粋なその、ね、あのミランダの気持ちがゆえにきっとあの江戸編とかでもそうだったんですけど箱舟の編でもそうだったんですけどいっぱい泣くんだろうなと。でもいいっぱい泣く分 それでも泣いても手放さないミランダっていう姿が私の中ではあのとてもあるのでそのミランダのイメージがとってもぴったりな、うん、香水ですねいっぱいご飯食べてねぐっすり寝てほしいっていうのはすごくあるわかるわかるわ <laughs> かります <laughs> 本当そうなんですよねでも多分彼女はねあの寝ない訓練っていうのもやってると思うんですよやっぱりあの ちょっとイノセンスの能力の特性上あの耐久性とかあとやっぱりどんな状況下でもなんかあの発動が解けないようにしないといけない場っていうのがあると思うんでなんでね本当はねちゃんと夜の11時から1時ぐらいまでは寝てほしいなって私も思ってるんであんまりやあの夜更かしないでねみたいな30歳過ぎたらガクンとくるよみたいなね。 そんんな感じもあるんで心配ではあるんですけど、はい。という感じのミランダでした、えーまあ、総合的にこのけなげで純粋な香りを嗅いでいて最終的に思ったのは本当ごめんね最終的に本当に思ったのはこの香りをねあのマリに嗅がせてえなっていう <laughs> あの,、ね、あのマリさんがこの香りを嗅いだらもうキューってなるんじゃねえのか <laughs> みたいなね。こう 多分男性の方もこういう女性っていうのはキュンとくるんじゃないのかなと思ったりします強い強さがあるわけでもないでも弱すぎるわけでもないうんとってもミランダらしいですねそうなんですよマ,リマリにねあのマリに嗅がせてえなーってすごい思ったんですよ、ままま、マリさん目見えてない分ねあの香りとかもあの敏感だと思うんですけど。 あミランダいい香りするなとか思ってくれないかなみたいな <laughs> はい以上でございますいかんいかんはいでは次えー、コムヒリ兄さんですねはいえー、箱のねイラストはねこう多分これ書類ですね書類に羽ペンだと思うんですけどデスクワークしてるイメージが。 こうちょっとこうデザインに盛り込まれてるのかなと思いますはいで「若き天才科学者のための香りしなやかなアンバーハーバルノート」えー「セージがシャープに香り立つトップノートからゼラニウムが渋みを漂わせるミドルノートを経てアンバーが溶け出すラストノートへ」「落ち着いた印象に重なる涼やかなキレは次第に果てないほどへの優しさへと変わると」 穏やかなぬくもりにそっと包み込まれる。己の使命をその耳に背負いながらも大切なものを守り続けるフレグランスこのねあの果てないほどの優しさとか大切なものを守り続けるフレグランスっていうこのキャッチコピーがコムイのキャッチコピーではとてもいいなと思いましたはいこのねイラストも実は描きましたはい まあね、あのきっと原画展でもグッズにしてくれることでしょうこのイラストを使った、ね、やつがねはいこういうねあのキャラクターのなんか素材っていうんですか,なんかグッズに使えそうなイラストっていうのは基本あの私あの別にお金もらって描いてるわけじゃないんですよあのなんであの小菅さんとかね担当経史にこうデータ渡す時もう1回1回で終わらせないでくださいねみたいなもうなんかせめて。 なのせめてなんかいろんな場で使ってくださいねいろんな素材としてみたいなそんなになんか切ないじゃないですかあのねいっぱい使ってくれよって思ってはいじゃあいこうかなえー、小麦入りいきますほらてんててん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 とはい、うんね、もうねもうでにいい香り ああ,あれついたかなうんーいきますはあうんこれもいい香りなんていうのあのなんつんだろうなインテリジェンスで優秀な男の香りってわかります インテリジェンスなんですよインンテリジェンスなんですよねあのだからクロ,クロスとか敵とは全然違うしゃ何て言うのかなやっぱ優秀この人優秀だなみたいななんか香りがまず最初にブワッと入ってきます何て言うのかなシャープでねアジア人の小麦にすごくぴったりでキレがある感じなんですけど強いというよりは何て言うのかな おこなんかこの香りさせてなんか実験室とかで寝落ちしてたりとかされるとたまらんなみたいなねあ毛布かけたけよって思いますね、うん、あの実はねコムイの香水もあのもっとこうコムイの一面でもあるんですけどおふざけ感というか。 ちょっとこう突拍子のないものが混ざった香りになるのかなって最初思ってたんですけど、あのーまあ、む,しむしろ全然その感じはなくコムイの本当に本質の部分をこう香水として形にしてくださってる感じがしていてこれね私ねコムイにドキッとしたことあんまないんですよあんまないっていうかほぼないんですリバー班長にドキッとしたことはあるんですけど。 あのこれ私あのさ作者の私がねこの香り嗅いだ時初めてねあの小麦にちょっとドキッとしましたああ好きにな,なれるこの香り <laughs> そう優しいお兄さん的な香りでもありますねなんかとにかくね頭に浮かんだ言葉が「インテリジェンス」って感じもう最初の香りはもう「インテリジェンス」あのその「 ななななんてていいいいうううか突拍子のない科学者っていうような香りではないではすねだからなんか小麦がなんかこう白衣の香りとか小麦がサインしたりとかした書類とかこんな香りがしてきたらたまらんなみたいなねうんこれこまたね徹夜とかしてもう疲れるとちょっと大衆って濃くなるじゃないですか。 でちょっとこう疲れてるコムイからこの香りがちょっと強く香ってきたらたまらんなみたいな,なんかたまらんなとしか言ってない気がするんですけど、うん、でねあのアジア人でシャープでキリッとした感じっていうのあるんですけどここからこ,うこのなんか教団のね最高指揮官である出場としてのコムイっていうこのトップノートの香り から、だんだんミドルに行くとですね。あのー。すっごく優しくなるんですよ。あのね、なんて言ったらいいの。私はね、ふと思ったのは母性。母性っていうのも変か、父性。あの、どっちでもいいんですけど。あの。とにかく包容力がある、包み込むような、そのラブと、あのラブっていうか、あの恋愛的なものじゃなくて。 大き,大きく包み込むようなそういう愛情深いものの優しさっていうのを感じて多分ね最初にこのミドルで香ってくる第2段階で香ってくる香りっていうのは本当に多分リナリーへの強い家族愛みたいなものがすごく出てる香りになってると思うんですけどここから最後のラストに行くとリナリーを含む教団みんなを守るためにあの。 自分がね全てを背負う覚悟をして室長になってるっていうあのその優しさだけじゃなくて小麦のねまだ書ききれてない部分だと思うんですけど小麦のねあの笑顔の下にある自分の人生を捧げてでもこう全うすると決めた強い決意みたいなものっていうのが。 こう本当に壮大な優しさとなって香りに出てるような気がして本当にね家族愛教団とリナリーを含めた家族愛っていうこの言葉がぴったりだなーっていうぐらいこの香りにはねほっこりさせられましたこれあの本当自分のねあのお父さんとかあとお兄ちゃんとかからこの香りしたらもうなそら そりゃ、シスコンになるわ、みたいな。そりゃ、なんていうの。なんだ、パパ、パパが好きな人ってな、パパコンなんだっけえー、ファザコンか。ファザコンになっちゃいそうな。なんか、優しさ、優しさ、みたいなね。感じがすごくしました。なんで、科学者っていう香りというよりは、 うん、やっぱりみんなのみんなの家族のトップというかお母さんというかなんかそんな香りがするなあと思いますねうんこんなね優しい香りさせててりなりを最初はね救うためだったと思うんですけど救うために自分のなんかほんと 全ての人生多分もうここで一生でなんか逃れられないというか閉じ込められるというか絶対出られないだろうな死,ぬ死んだら解放されるんじゃないかなぐらいの覚悟がないと来れないような場所に来た小麦のその強い決意っていうのがすごくバーンと出るとかじゃないんですよだからつ強さっていうものの違う解釈 がここの香りにはされてるんじゃないのかなとうん、うん、やっぱお母さんですかねあのジェリーさんとコムイはまあ教団のお母さんみたいなところがあるというかなんかそんな感じで書いてますねお,、まあ、お父さんっていうほど強くないしねコムイね <laughs> 全速力で。 なんか走るのもなんか全部なんかこむたんこむのをロボットとかに任せてるぐらいでおんぶされてねそんな体力もそんななさそうなんでお母さんかなうんでも果てしなく優しいですとってもはいですねそんな感じかなうんあーいい香りだうん 意外だったのはね、本当に、いやすごいなと思う。あの、私、書いてる私ですら、ちょっと新しい扉開きかけるぐらい、キャラクターのね、解釈が新しい扉開くぐらい、作り込んでくださってるので、ああなるほどね、こういう面もあるんだったなって、こう、気づかされたり、 なんかこう発見させてくれるんでとってもフレグランスは楽しいです、はい、というわけで小麦兄さんどうもありがとうございましたでは次さあ来ましたよやっとかえー、やっと半分終わったなはいですねじゃあ来ましたジャスデビの片割れジャスデロちゃんですえー 2人のねあの共通して持ってるアイテムこの銃と多分ですねこの最初の頃つけてた頭の飾りとかあとはあのジャスデビに変身した時の,あの髪の毛の触手をイメージしたデザインをしてくださってますはいでこの2人のイラストも実は書き下ろしてるんですけど なんかね、この二人のデザインはついになってる方がいいかなと思ったんでついに書いてますはいはいデロちゃんデロちゃんね私はデロを結構ね書くの楽しいんで好きなんですよよいしょでいきますそれがまるで甘い毒薬 大敗と絆を描くビビットメルティーノート、ギラリと輝くベルガモットのトップノートから、チェリーボンボンの甘さに溺れるミドルノートを経て、バチュリとサンダルウッドのダークなラストノートへ、底知れぬ冷ややかな気配が、不穏な存在感とともに絡みつくように広がってゆけば、もはや逃げ出すことはかなわない。 いびつな影にどこまでも翻弄され、理性を奪われるフレグランスとなっております。はい、これね。あの大敗と絆っていうこの言葉がすごく私好きで、あのそうなんですよ。あのえ、もうこれ。このね。大敗って言葉ここがね。あのそうなんですよって読んだ時に一人で叫んだ。 でデロちゃんの解釈すげ,すげえなと思ってそんなにまだジャス・デロの過去ってさらしてないはずなのになんかすごいバレてるなと思ってびっくりしました、はい、では行こうかなジャス・デロそうジャスデビ・デロとねデビットの匂いの違いはね私も最初すっごい気になってたんですよ果た,して果たしてどんな風に仕上げてこられたんですかみたいな。 元ね、そんな感じで楽しみに買いだんですけどもうね素晴らしかったですよちょっと後で言いますけどね行きますうん最初にねあのベルガモットとコリアンダーとグリーンノートが入ってるので甘さを感じますだけどロードとかみたいな強い甘さとかではないですね甘いんだけどね甘いんだけどね何て言うんだろう 本当、抽象的な言い方になるんですが、あの、甘いけど、どこか油断ができない。なんかこう、すごくザワザワするというか、いい香りなんですけど、なんかね、すごく人を惑わせる香りな感じがします。なんか、えあ、な、なんだろうなんか、いいのかなこれは、い いいの悪いのどっちなのみたいな,なんかせ,せなんかこういいななんていうのかな天使と悪魔どっちなのみたいななんかちょっといい香りなんだけどうんなんかとっても戸惑うわみたいな感じの香りがしていてでねこれね最初はそ,そんな香りでずっと惑わされるんですよ。惑わされてていいいやでもいい香りだし うん、でもなんだろうなんか油断してたら罠にかかりそうな感じというかなんだろうな,なんか美味しそうな匂いがして進んでったらなんか餌が置いてあってわーいと思って飛び込んだらなんか罠にかかるうさぎみたいな,なんていうんですか自分がそんな気持ちになるというかうんいい香りなんですけどねな,なんだろうな不思議な。 不思議な戸惑いい感感というものが感じますでここからですねあのー、まあのここの説明にもあるんですけどだんだん不穏な存在感に変わっていくわけですよ。で不穏な存在感の香りなんですけどちょっとね甘さがねちょっとだけ強くなるんです。で その甘さが強くなる感じがなんかこうダークなものがダークさが濃くなったような感じがするんですよおいしいお菓子の香りとかじゃなくてあなんかこの香りはやっぱりいかんぞこれはこれはあ,あかんやあかんというかあの多分関わっちゃいけないというかあの邪悪な邪悪ななんか良い香りというんですかね。 人を誘い込むんですけどすごく誘われる香りなんですけどなんかこうこれは邪悪なものだってなんとなくだんだん分かってくるただこの甘さの香りがちょっと強くなってるだけですごくいい香りなんですよいい香りなんですけどいや,やっぱりなんかこれはなんかよくないんじゃ私行けないところに来ちゃったかもしれないみたいなちょっとそういう。 気持ちにさせますすいませんねここここばかりはね本当にね語彙力がね <laughs> なさすぎてうまく言えないんですけどうん何んつんだなんかねデロちゃんってかわいいじゃないですか最初の時からかわいかったと思うんですけどでそのなんかわいさって っていうものの裏にあの何て言うんですか彼がなんかそのようななんかこう何て言うんですかちょっとちょっとねはちゃめちゃな感じというか少しこう壊れた言動をしてる部分というかどこかなんかあの髪の毛がねあのゴールデン美髪が。あの ちょっとクローリーにむしられた時とかめそめそ泣いたりとかで新しいの買ってあげるよってデビーが言うとあの本当にいいって言って嬉しそうになったりとかあの純粋に無邪気な感じあの年齢に多分そ,そぐわない無邪気さみたいなものを彼は持ってるんですけどあれはなんかあの当初からそういう子だったんじゃないというふうに自分では思っていて。 あのここにはねなんて言ったらいいかなジャスデロがこういう邪悪なものになってしまった原因心がちょっと傷んでしまった様子みたいなものを感じるというかなんて言っていいかななんて言ったらいいかな。 難しいなぁ語彙力行為えー、私の中ではジャスデロはとても心を痛んだ少年だと思っていて心が痛んでるからこそ純粋な悪になっちゃったような感じがしてるんですよねだからとってもこう素振りとか可愛かったりまあ,あのクロスに借金押し付けられてピーピー泣いたりとかもするんですけど その汚れがないというかもうなんか純粋な邪悪なものに多分なる過程に今いるんじゃないのかなぐらいな気持ちで書いてるんですでだから何かこう悪いことをして「あはははと笑うようなキャラとかじゃなくてなんか本当無邪気にこれが悪いことだともう感じる心がないというか。 ただあのデビと一緒にあの心のままにじゃないですけどあの行動してデビと共に生きてるでデビが彼にとってはあの唯一の多分自分が何て言うのかな自分のなんか全てを知る唯一の人間だと思ってるところがあると思うのであのデビには本当にこう 純粋に子供のような感じで彼は接しているんですけどどうなんだろうな何を言ってるんだちょっと分かんなくなってきたななんかね本当にこの香りかいてると私まででされるんですよなんかね気持ちがねとってもとってもざわざわするというか。 この「大敗と絆を描く」って書いてあるんですけどこの心を痛んだキャラクターとしてあの私はこうデビューを書いてたんでこのなんかあの「大敗」って言葉がねあのとてもなんかこう彼にすごくにぴったりきてるなと思っていて「で大敗と絆」って書いてるのにこんなにね甘くって。 ダークな香りこれがなんかあのこのデビちゃんのねあの一体何があったのか、えー、ど,どうしてそこまで心が傷んで邪悪になってしまったのかっていうここの奥深さっていうのが私は書いてて作者としての,あの感想としてはそういう 気持ちが出てきたああなるほどねみたいなねそうなんですよねでえっと最後のラストにいくと本当にねあのとことんとことんなんかあのいびつななんていうんだろうな 最後まで惑わされる香りで終わるんですけどだから何だったんだ今のはみたいな「あみたいな感じになるんですよねなんかこう一瞬悪魔に撫でられたような気がしたみたいななんかなんだけどこのここにあのデビジャスデロのねあのなんかこう悲しさみたいなものとか 痛みみたいなものを一切こう香りに入れてるんではなくその結果彼は今こうなっているっていう結果のなんかあのキャラクター像みたいなものを強くこうの香りは出してくれてる感じがして私としてはなんか作ってくださった調香師さん相当悩まれたと思うんですけど。 私の中ではとてもあのジャス・デロの解釈というものがより強いものになったというかあのあ私が描きたいジャス・デロはこの香りをもっともっとこう追求して描いていきたいなと思うようななんで多分私ジャス・デビューが出てきた時はこの2人のフレグランスを嗅ぎながら多分ネーム描くと思うんですけど。 なんかそれぐらいね、私的に参考になる香りでしたね。で、ね、参考になるし、あの、惑わされるとか、なんか、何だったんだ今のはみたいな、なんかあの、狐につままれたような気持ちになるんですけど、香り自体はね、なんで、なんでそんな風に思わせてるくせにいい香りなんだよってぐらいいい香りです。はい。ただ、そうだな、これは、本当に、あの、普段使うと人を惑わせちゃうかも。 知れないかなうん普段使いというよりは本当にあのこの2人が出てきた時とかにあの嗅ぎながら漫画をかいなんか読んでもらいたいなみたいなそんな感じですねはいでちょっとこれはねあとでもう一回嗅ぎたいので、えっと、デロちゃんはちょっとこっちに置いときますはいで次行きましょうラストデビットはい イ、ね、のデザインになっておりますこのデルがねちょっとこう黄色みがかった感じでデビちゃんがちょっと紫がかった感じでそう髪の毛の色を多分反映してくださってると思うんですけどこちらも素敵な箱のデザインになってます。 では行きましょう実はですねこの2人の香りはですね最後にあのもう1解釈あるんでちょっと待ってくださいね、えー、闇に響く笑い声とともに狂気と絆を描くシャープスパイシーノート、えー、鋭く輝くジェニパーベリーのトップノートから捉えどころのないラベンダーのミドルノートを経てパチェリとサンダルウッドのダークなラストノートへ傲慢なまでにドライな香りが、えー、荒々しく 湧き立つ香りを満たしあたりを満たしていくのは鈍く錆びついたナイフのような威圧感残虐な光に捉えられ凶悪な気配に貫かれるフレグランスもうこれ読んだ時からあ絶対絶対もうなんていうの尖ったナイフみたいな香りすんだろうなみたいな感じはしたんですけどはいデビちゃん行きます、はい、デビちゃんほらあデビちゃんデビちゃんうわ 硬いんだよ愛用このね狂気と絆っていうのがデビのこういいところですねこれがあのー、デロちゃんだと大敗なんですけどここが狂気ってなってますはいで書きます、うん、あのねあのー、デロみたいにあのー 惑わされる感じは一切ないですもう本当にスパッとしてる鋭いナイフのような香りですねとっても危うい危うさを秘めてるんでその大人になりきれてないその不安定さとかなんか世界に向けた憎悪とか拒絶感とかそういうものが本当に純粋にナイフになって でスパーッとした香りと変わったみたいななんかそんなぐらい潔い,が良いですただなんかね本当にねちょっとこの香りは私好き系統なんですけどちょっとレ,レモンの香りが入ってるからなのかななんかすごく頭がさえるんですよねスパってなんかちょっと眠たい時とかこの香り嗅いだら目覚めそうだなみたいな 強くはないんですけどなんかすごく脳が覚醒するような研ぎ澄まされるような感じの印象を受けますはいでねもう最初からデロちゃんとはまるで真逆なんですよねうんで惑わすとか なんかあのデロちゃんにあった窓ガラス系とかその甘い香りで誘い込んでもうつ逃げられないようにするみたいなそういうイメージがあるわけではなくもう出会ってすぐまあなんか出会ってすぐなんかビンタされるじゃないですけど出会ってすぐもうなんか前振りもなく突然なんかあの攻撃されるみたいななんかこう。 そういうまどろっこしいことしないでもう正面から来る怖い人みたいな <laughs>、うん、そうですねんそうですねあちょっとミドルに変わってきたなうんここからね、あのー、さっき言ったみたいにあの最初はねすごく鋭いナイフなんですよだけどミドルに変わるとあのー なんていうの多分ねあの大人じゃない子供特有の彼ら10代特有の彼らの気持ちの変動みたいな捉えどころがちょっとないあのー、こ,ろこう矢継ぎ早に気持ちがどんどん変わっていくからさっきまで言っていた感情とあのー、今言ってる感情がもう全然違ってたりとかするみたいな,なんかそれぐらい目まぐるしくなんかあのー、こう。 巡っているなんかこうジャス・デビのしんあデビットの心の内みたいなでそれはもう全部拒絶感とかその憎しみとかっていうのが糧に元になってる感じではあるんですけどここからね、10代の子の考えてること分かんないみたいな,なんかそんな感じになるんです。はい うんそうですねでねああいい匂い,いやこれもいい匂いなんだよねでもなんか本当にねあのね眠たい時とか徹夜してる時にちょっとこれかいだらあの若干なんか本当に覚醒しそうだからちょっと今度使ってみようかなと思いますうんでここから、あのー ラストのノートに、ラストノートの香りに行くんですけど、どこまでもね、純粋にナイフを他人に突きつけてるような、なんか本当に潔がよく純粋な、なんかあの、狂気というか、怒りというか。でも純粋だからなんか綺麗な香りにも感じるんですよ。なんか、ここまで、 なんか純粋な怒りとかなんかこう拒絶とかをしてるその彼らの姿っていうのがな滑稽ではなくどこかねなんかとても儚かなく尊いもののようにも感じるというかだから香っててその鼻が痛いとかもすっごい強い匂いとかじゃないんですよね。 うん、だんだん何言ってるか分かんなくなってきたなそろそろ語彙力がなくなってきましたねでねさっきちょっとあの嗅いだデロちゃんこれとねちょっと私一緒に嗅いでみたんですよそしたらねちょっと変な匂いになるかなと思ったらあのねめっちゃいい匂いになるの <laughs> あの二人一緒に嗅いでみたらあの どっちもね、香りがね、邪魔し合ってない。なんかユニゾンしたジャスデビの香りになってて、なんかすっごい、あーうわーなんかこれ、あ合体したらこんな匂いしそうだな、みたいな、なんかすっごくね、いい匂いに変わったんで、ユニゾンした香りになってて、とっても鳥肌が立ちました。喧嘩し合ってる感じでは全くなくて。なので、あの、ちょっと一回ね、もしお二つとも、 買っっってくださる方がいららしゃったら一緒に書いてみていただきたいんですけどなんか私はこの「デロ」と「デビの香り」を一緒に書いた時になんか初めてあの何、ー、て言うんだあなんかこう補い合ってたものが一つになって整ったなみたいな「整いました」みたいな感じが。 すごくしましまたなんで私はジャス・デビとデロあのジャス・デビとあジ,ャジャスデロとデビットの2つ合わせた香りがすごく好きです。っていうね。もしかしたらね本当これがやりたくて別々に出したのっていうぐらいいい香りしたんですよ。あこれだーみたいな でもね、ちゃんとねおのおの、ねあのー、こう個性も消えてないんですけどあーなんかジャスデビジャスデビやっぱこの2つはジャスデビとして使うべきかしらみたいなね、感じがとてもしましたはいなんでねまあとりあえずこのデロとデビこのねあのー 香香りりを、ね、させたた双子に街で出会ったら絶対絡んじゃいいいけない香りだと思いますもう本当一つはねあのめっちゃなんか惑わしてくる香りでもう一つがねもうなんか突然前振りもなく殴ってくる香りっていう感じなんであの本当にこの香りをさせて街を歩いたら無敵になれるんじゃないのかなみたいな、うん、もうなんかあ近寄っちゃいけないこの人たちにはみたいなそんな感じですねはい。 でも2人合わさるとね、ちょっと優雅な香りになりますよ。はい。そんなわけで、以上、以上でございます。デビット、デロちゃん、コムイ、ミランダ、クローリー。はい。以上がですね、えー、と今回第三第3弾、第3弾の、えー、フレグランスのデビューとなります。はい。いかがだったでしょうか。すいません、なんか、あの、 なんかね、相変わらず、ね、語彙力がなくて、ね、なんかすみませんで香水の、ね、ライブってどうしても一個一個あの3段階の香りを嗅ぎながらやらないとあの私も言葉が出せないんで時間かかるんで長いライブってどうなのかと思って今回はちょっとお伺いをしてみたんですけれども、はい、ありがとうございます。またねなんかあの うまくいったら、うまくいったら、なんか、あの、紅茶にもなるかもしれない。って思ってます。ちょっとクローリーの紅茶とか飲んでみたいですね。うん。あ、でも、ミランダさんもね、飲んでみたいね。うん。はい。そんな感じで、はい。ありがとうございます。どうも、長々と失礼いたしました。では、皆様、えー、今日は大みそかなので、えー、この後、ゆっくりテレビ見て、えー、と、過ごされると思うんですけれども、えー、と、良いお年をお迎えください。 はい、またねあの年賀状を書いてる人は <laughs> 頑張ってください, <laughs> はいではではどうもありがとうございました皆様良いお年をどうも